はい、タンタン札幌店です。本日はティキティキの、ソプラノサイズですね、 HKS5AE14R というモデルをご紹介いたします。まずボディ材なんですが、こちらハワイアンコア単板を使用しておりますね。はい、はい、こんな感じです。バックはこう角度によってはうっすら変わりが見えてこの辺りとかですねいるんですが、割とトップの方は落ち着いた印象のするハワイアンコア材かなと思います。装飾の方はバインディングとロゼッタですね、シンプルなものが巻かれております。こうサイドなんかから見るとね、一番外枠のバインディングが別光柄になっているのが分かりますね。はい、で指板とブリッジに関してはエボニーでできておりまして、このモデルはですね R 指板にこの緩やかなカーブがついていて、応原した時に抑えやすい、力の入りやすいような形状となっております。はい、でヘッドの方にもこんな形で化粧板でハワイアンコアが貼られてて、ティキティキのロゴマークと、そしてペグの方には5等の UPT が装着されておりますね。はい、そして、ティキティキのソプラノサイズといえば12フレットジョイントが多いんですけれども、このモデルは、14フレットジョイントとなっております。結構モダンなスペックなのかなと思います。はい、音色の方はソプラノサイズらしく、明るく元気よくなってくれているような印象ですね。ボディ圧がちょっとこう薄めなのはね、ティキティキの特徴であるかなと思うんですけれども、この薄いボディからも、空気感のあるサウンド、リバーブ感のあるサウンドが、鳴ってくれているということは、この楽器本、が持つですね、鳴り、こう弦を弾いてその振動がきちんとこのボディに伝わっていることの裏付けだと思います。もう弾いた瞬間にね、とてもボリュームが大きく良くなってるなっていうのが新品からでも分かる楽器はやっぱりいい楽器が多いなと思うんですけれども、この個体もそれに漏れず、いい楽器なんだなと、分からせてくれるようなそんな個体です。はい、というわけで本日はティキティキの HKS5AE14R ソプラノサイズをご紹介いたしました。気になっている方のお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。